まあじゃあちょっとここあたりでメインタイトルいこうか。 SM の表では言えない話っていうところなんですけど、まあメンシップでねちょっと話そうかなっていう感じなんですけど、ルーカス別にルーカスはいいんですよ。ルーカスは全然いいと思うんですよ。で今回ヘンドリーもねいて、女子たちとまあご飯食べてたんかな、お酒飲んだか知らないですけど、まあワーワーやってたわけですね。これがまあなんかね、お姉ちゃんとか言われてましたけど、結局ね友達集まってたという話で認めてて、まあ謝罪というかまあ気をつけますみたいな感じなんですけど、まあそのレベルなんでまあ全然いいと思うんですよ。そのレベルなんで全然いいと思うんですけど、局長が思うに今いろいろこう大変になってる、そのねへちゃんのこともそうですけど、なんかねじゃ続いてきて、メンバーだと含めてそうですけど、ウェイシェン含む NCT を巻き込む環境がなんかすごいこう自由というか、すごいこうなんか K-POP アイドルにしてはなんかすごいラフというか、もうちょいアイドルらしくあってもいいんじゃないかなっていう。別にそれは押し付けるわけじゃないけど、局長が思うにもうちょいなんかアイドル、ザ・アイドルやから言うても NCT 全グループ、それがビッグバンみたいな感じだったらまあ別にいいですけど、僕が思ってるに NCT って結構王道アイドルなんで、やんちゃなそういうのをね楽しんで追ってますみたいな感じはまあないと思うんですよね。だからもうちょいなんかガチッとした方がまあ今後のね長くやっていくには全部 NCT なんで、まあ一回もうちょっと気、別に女子とご飯行くぐらいええねんで、その別にいいんやけど、この状況下でねちょこちょこっと出てくると、まあ、ちょっと気引き締めた方がまあいい気はしますけどね。あとまあルーカスがねいて、まあヘンドリーがいてと、でまあメンバーとルーカス結構仲いいらしいんで、それは全然いいと思うんですけど、多分女の子がいる時にルーカスがいて他のメンバーがいると、やっぱルーカス自身のやっぱ過去の過ちもそうですけど、まあそっからなんかこう実際本人がどう思ってるかは知らないですけど、まあ局長が正直シーズンにやってまあ怒ってるかなっていう、巻き込まんでくれと。ただヘンドリー側かどうかちょっとわかんないんであれですけど、だからなんかあんまりこう仲いいのはいいですけど、あんまりこうねそういう交流があってみたいなことが回ってしまうと、まああんまり良くないんじゃないかなと思いますけどね。だから全く関わらないとか、そんな本人の自由ですけど、女2人でねご飯行ってたら全然ねいいように映りますけど、女の子いたらダメですよね。女の子いたらダメですよね。なんかこうあやふやな感じしますよね。曖昧か、曖昧な感じしますよね。今までの反省も含めてね。でなんかそういうのがこう全体に広がってみたいなんで、まああんまりいいようにこうなんかね NCT を巻き込む感じが、気をつけた方がいいかもしれないですね。遊ぶあないとかじゃなくて気をつけた方がいいんかもしれないですね。結構 K-POP って意外や意外、日本のアイドルに比べてそんなに表立って出てこないんですよ。遊んでる数はもう どっちが多いか知らないですけど、遊んでるやんっていうのとかって全然出てこないんで、案外 K-POP アイドル噂では聞いてもね、なんかそういうの上がってこないしね、垂れ込みもあんまり流れてこないんで、そう考えたらしっかりしてる人のもんやろなっていう。まあちょっとね、もう今すごい大事な時なんで、NCT 全メンバー気をつけていただきたいなというところですね。なんかよういろいろ話聞くもんな、その、やっぱ左遷ってめちゃくちゃ情報持ってるんですよね。局長も、まあ、左遷と別につながってるわけじゃないですけど、左遷とつながってるオタクと話す機会があったんですけど、から聞いた話ではこうでこうでこうで、あいつが彼女いて、あいつ遊んでてどうこうでとか、なんか、まあよくないねんで左遷なんかな。やっぱそういうところで見られているんですよね。でなんか多分ぶち込まれるんですよね、そういうちょっと私になんか良くないことしたらとか言ったらもうぶち込むみたいな。だから爆弾はみんな左遷は抱えてるらしいですからね。 SM、 あと SM のいいっすか、まあこれ SM なんかわかんないですけど、喫煙問題、おたばこ問題なんですけど、何回か過去、何回もはないかな、まあ、続いて、で、今回、まあ、ベクがね、今、実際、まあ、もちろん所属事務所は SM ではないんですけど、まあ、エクソのベク、ね、SM のエクソのベクだと考えると、
まあ謝罪文出しましたけど、まあいろいろね、あれこうファンの中でもなんかありましたけど、局長が思うにさっきの NCT がつながるんですけど、 SM 自由すぎんっていう、これ怒られるから絶対言わんといてな。 SM の教育レベル低いと思う。徹底してアイドルをしっかりマナーだったりとか、そういう部分も含めて若い子たちを預かった身で大人になっていくにつれて、事務所がやっぱりね、親だったり先生になってくると思うんで、そういう部分でとにかくビジュアル、実力、アイドルとして芸能人としてみたいなとこが特化しすぎて、ちょっと教育部分はかなり薄いなと。だからグループでというより個人間で何かしらなんかちょっと謝る機会が多い、注意される機会がまあ多いんじゃないかなというのは特に SM ですね。まあ昔からね、昔からっちゃ昔からですけど、今の時代は特に合わない感じはしますね。他の事務所がねそこまで多くはないと思うんで、なんか発言がねちょっとどうこうとかっていうのは他のグループもちろんありますけど、なんか行いがどうこうでみたいなのはなかなかあんま聞かないですね。だからそこら辺は自由ももちろんいいんですけど、もうちょっとまあしっかり SM が管理しつつ教育していきながら、まあそういったことがないようにしていく方向性を今から進めておかないと、ね、今の若手のもちろんライズだったり NCT ウィッシュもそうですけど、まあそこからねそういうしきたりの中で自由に育っていくと、そういうことに なりかねないと思うんで、まあ特にね若手はしっかりと教育に力入れてほしいなというとこやな。でもしっかりしてな、でもしっかりしてくれ、まあ、って感じやね。はい、なんでちょっと SM が気になるとこはまあそこあたり最近あるかなという感じですね。まあだから逆に言うと謝らんでもいいんかもしれない。いわゆる別に全然時代が違うんやけど、普通に GD とかタプさんとかこうタバコ歩きながら吸って、多分タバコも全然捨ててたと思うんですけど、本人は謝罪したと聞いたことないですけど、ああいうぐらいのやったらなんかそういうのになってってもいいかもしれないけど、逆にその SM が目指す先は旧ビッグバンみたいな感じでクラブでみたいな、なんかその振り切るんやったら振り切っても、ネオカレやったら若干振り切れそうですけど、ありっちゃありやけど、まあ、そうだ、時代もちゃうからな。今の時代にビッグバンがやったら怒られるんかな。まあ確かに時代はあるわ。まあでもちょっとタバコ気をつけてほしいな。しょうもないからな、タバコ吸うのは全然いいですけどね。で、ハイブのお話、これ結構シビアなんであれですけど、まあ一本配信をする予定で、まあそこで話せない内容にはなってくるんですけど、